雷七さん。みんながっかりしてるね。マクイーンさんは見せたい景色があったみたいだけど、菊花賞の時と何も違わないみたい。こうなるのはもちろん分かってたけど、やっぱりちょっと胸が痛いかも。私も秋の天皇賞で膠着した時、似たような体験をしましたわ。多くの人の期待を裏切ってしまい、しっかりと前を向くことができなかったことが。ですが、そこで私はその景色を目の当たりにしましたの。景色、きっとライスさんにも見えるはずですわ。さあ、ステージに出ますわよ。はい、もう一度もっと大きな声で。はい、いい走りだったよ。レースを応援してくれてる人がいる。これがレースを勝利した者だけが見られる景色。自分に期待してくれた方々、期待が叶わなかった方々、この場に立つと様々な顔を見ることができます。そうした方々の思いをここでしっかりと受け止めるのが勝者の義務であり、誇りでもあるのです。勝者の義務と誇り。わずかでも自分に期待をしてくださった人のために、そして期待が叶わなかった人のためにも胸を張ってくださいませ。さあ、見せて差し上げましょう、勝者にふさわしい姿を。うん、ライスのせいでがっかりした人たちも、ライスがしっかりしなきゃもっとがっかりしちゃうよね。ライス、胸を張る。みんなの顔をしっかり見て、これからも走り続けて、いつかみんなに喜んでもらえるような馬娘になるね。期待していますわ、ライスさん。